ごきげんうるわしゅう。ウマ娘宣伝担当のゴルシでございます。え、雰囲気が変わったですって？そう、令和元年のゴルシはヒーヒーと知性あふれる優雅な女性になるのでございます。皆様、以後お見知りおきを。さて、私が淑女になるためにスタッフ様がマナークイズを用意してくれたようなので、答えてまいりましょうか。イタリアの飲食店で頼んではいけないサービスは？なるほどね。なるほど、頼んではいけないもの、なるほどね。ペリエ。正解、チーズの増量。なるほど、イタリアにはそういうマナーがございますのね。勉強になりましたわ。思い出す機会があるかよくわかりませんが、次の問題に行きましょうか。ジャマイカで赤ん坊に与えてはいけない食べ物は？赤ん坊という言葉がまずよろしくなくてよ。与えてはいけないもの、人参。正解、鶏肉。ん？これマナーか、そういうんじゃなくない？いけませんわね、今の私は淑女。今後気をつけていきますわ。あ、スタッフ様、次の問題をお願いいたします。タンザニアで食事に誘われた時、守るべきマナーは？タンザニアに招かれた時、いただきますって言う。ブブーじゃないでしょ。正解、誘われた食事の時間に20分遅れていく。いや、待て、タンザニアってさ、もう国民すら若干聞き覚え。このクイズ大丈夫なのかよ。これスタッフも、ちょっと次の問題行こうとするんじゃねえよ。エストニアでパンを落としたときはどうすべきと言い伝えられているでしょう。ああ、そんなの言い伝えじゃまあじゃええぜ。拾ったパンは何だって？正解、パンにキスをする。知っていて当たり前のマナーばかりでしたね。いかがでした？もう全部知らねえ。